私たちの生活は様々な生物の姿を欠かさないものの、宇宙人や神中の超現実生物はどうも人間の好奇心と探求欲をより容易に刺激し引き起こす傾向にある。山にいる人の顔をしたフクロウから野原に潜む愛らしい若い怪物、子犬に追いかけられる謎のエイリアンまで、このビデオではカメラが捉えた8つの不思議な生き物をお届けします。新しい視聴者の皆さんは素晴らしいビデオを見逃さないようチャンネル登録をお忘れなく。トップ8、ブルーエイリアン。その深く神秘的な森では冒険は常に未知と挑戦に満ちている。そして奇妙な物体が突然目の前に現れた時、恐怖と好奇心が交錯し探検の興奮を極限まで押し上げるのは確かしい。映像では幽霊のような青色をした滑らかで毛のない怪物が古きを背にしてそう遠くないところに静かに座っている。人間のような手足を持っているが長さは通常よりはるかに長く、網の目のような足は明らかに普通の人間ではない。この怪物の起源については意見が分かれた。地球に忘れ去られたエイリアンの遺体ではないかと推測する者もいる。また森の奥深くに隠されていた人型生物の一種ではないかと考える者もいた。おそらく傷ついたためにここで生涯を終えたのだろう。しかし試験ではこの怪物はむしろ森を探検するのが好きな人たちのために用意された探検者の勇気と知恵を試すためのサプライズのような気がする。なぜならカメラが近づくにつれこの怪物の皮膚の質感がマペット人形のそれとよく似ており、人工的な痕跡があることがよくわかる。本物の生物であれ人工の小道具であれ、この青い怪物の出現が探検家たちの旅に神秘的な彩りを添え、探検家たちの心に忘れられない思い出となることは間違いない。トップ7、人間の顔をしたフクロウ。人間の顔をしたフクロウがどれほど不気味か想像できるだろうか。2020年10月、中国のあるネットユーザーは焚き木を切るために山に登った時、遠くない場所にフクロウのような生き物を偶然発見した。しかしよく見てみると彼は背筋が凍るほどの衝撃を受けた。この奇妙な生き物は人間のような小さな顔をしていたからだ。目も鳥のような丸い目ではなく人間のような細長い目をしていた。誰かが携帯電話で撮影しているのを見ても全く慌てず、ただ冷静に口を叩いていた。このビデオを見て多くのネットユーザーが冗談を言わずにはいられなかった。その生き物を見た時、エジプトのピラミッドの中の彫像に命が宿ったのかと思ったという人もいた。その顔が彼の上司によく似ているという人もいた。また顔交換ソフトを使ってフクロウに人間の顔を入れ替えたようだという人もいた。この奇妙な生き物を見て誰もが信じられないという表情を見せたのだ。実はこれ人面フクロウという非常に珍しいフクロウであることが分かりました。しかしこの生き物は中国の神話や伝説に登場することがほとんどで、実際に見るのは初めてだという。トップ6、新潟の異星生物。映画スーサイドスクワットに出てくるイタチを覚えていますか。当時突き出た目と毛皮で覆われた体を持つこの奇妙な生き物は出現するや否や人々に深い印象を残しました。しかしこの奇妙な外見をした新潟の異星生物がいつか現実に現れるとは誰も考えていませんでした。イングランドノーサンバーランドの田園地帯でスポーヒーと親友のアーネストが平和で美しい自然を満喫していた静かな週末だった。森から突然あっと驚くような生き物が姿を現すその瞬間までは周囲のすべてが普通に見えた。体型は人間に似ていたが全身が黒い太い毛で覆われており、その異様さは不気味だった。歩き方から判断するとこれはオランウータンのような生き物ではなく映画スーサイドスクワットに出てくるイタチに近いからだ。ジジ元住民の報告によるとこの生物は出現後餌付けに興奮し多くの鶏を食べたという。侵入の報告を複数受けた動物管理センターは迅速に対応し最終的に捕獲に成功した。それは人々の手に渡っていましたが、当局は依然としてその生き物を特定できませんでした。この事件は謎めいた謎のように興味をそそると同時に恐ろしい。トップ5、小さなモンスター。奇妙な姿をした生き物の中にはあなたをゾッとさせるものもいるが、あなたの心をより愛おしくさせるものもいる。
少し前にネット上に出回ったこの奇妙なビデオは、そのような愛らしい生き物を捉えています。ビデオには、農夫が畑で作業をしていると、彼からほど近い草むらに突然、奇妙な姿をした小さなモンスターが現れる。最初は、カメラが揺れているため、その生き物の詳細を見ることは難しかった。しかし、生き物が立ち止まり、草の茂った堤防を登ろうとすると、よりはっきりと見えるようになる。この生物は、狼男と熊と人間の特徴を混ぜたようなものだ。体は小さいように見えますが、農夫が近づきすぎると攻撃してきます。この小さなモンスターの惨劇から農作物を守るため、農夫は棒を使って縄張りから追い出すしかない。動画を見た後、多くの人々がソーシャルメディアに意見を寄せている。大きなウサギとオンバットを掛け合わせたようだという人もいれば、人形の着ぐるみを着た子供か病気のマレーグマではないかという人、アメリカのテレビシリーズ、サウスパークのマンベアピックだと冗談めかして言う人。これは何の生き物だと思いますか？それは未発見の不可解な生き物、それとも基地の動物なのか、あるいは CGI のいたずらでしょうか？下のコメントで教えてください。トップ4、食人鬼。北アメリカの古代アルゴン金属の民間伝承には、ウェンディゴと呼ばれる恐ろしい人食い生き物がいます。伝説によれば、それは氷でできた骨格と心臓、そして完全に透明な体を持つ巨大な人型の生き物です。この怪物が静かに近づくと、その悪臭と突然の霊気は人々を恐怖させるのに十分です。長い間、ウェンディゴは神秘的な伝説の中にのみ存在していました。しかし、謎のビデオがこの伝説を現実に変えました。動画では、夜空に笑い声が響き渡る静かな小屋で若者たちのグループが秘密のパーティーを行っている。突然、彼らは遠くない森の中で静かに佇む奇妙な生き物を発見しました。それは外界から完全に遮断されたようで、懐中電灯の光を向けられてもほとんど反応しない。ティーンエイジャーの一人が好奇心からそれに小石を投げました。今回は、ある種のタブーが破られたかのようだった。この生き物はほぼ即座に反応し、パニックに陥ったティーンエイジャーたちを必死で追跡し始めた。暗闇の中で、彼らはかつてない恐怖を感じ、アドレナリンが瞬時に上昇しました。このビデオはネット上で大騒ぎを引き起こした。多くのネチズンは、突然現れたこの奇妙な生き物が伝説のウェンディゴの説明に驚くほど似ていると述べています。しかし、懐疑的な人もいます。彼らは、これはただの魔女が森に隠れていたずらをしているだけだと信じていました。あなたはこのことについてどう思いますか？以下のコメント欄にメッセージを残して議論してください。トップ3、エイリアン。宇宙人が実在するかどうかという問題は、長い間一般の人々の間で激しく議論されてきました。エイリアンは単なる人間の想像力の産物であり、SF 作品の架空の人物であると固く信じている人もいます。そして確信する人もいる。彼らは UFO で地球を訪れ、人間として群衆の中に隠れ、私たちに関する情報を静かに収集していると確信している人もいます。ソーシャルメディアの世界では、宇宙人を目撃した動画が後を絶たない。その中で、最近広く出回ったある動画がネチズンの間で熱い議論を巻き起こしている。このビデオでは、奇妙な見た目の生き物がカメラに侵入し、これまで見たことのない奇妙な姿勢で走っています。そのすぐ後ろを、やはり謎の生物に惹かれている様子の犬が追いかけている。しかし、その生き物は道端のゴミ箱の前を通りかかった時、突然跡形もなく消えてしまいました。犬が混乱しながら前進を続けた時、その生き物は突然ゴミ箱から飛び出して逃走を続けました。このビデオはすぐにインターネット上で拡散し、論争が巻き起こった。多くのネチズンは、この奇妙な生き物が映画、メインブラックに出てくるエイリアンの生き物に似ていると述べた。より多くのネチズンがこのビデオの信憑性を疑問視し、おそらく慎重に作成されたフェイクビデオであり、宇宙人の存在の決定的な証拠として使用することはできないと信じていました。おそらくいつか、科学技術の進歩と宇宙の徹底的な探査により、宇宙人の存在についての真実が明らかになることでしょう。トップ2、酔ったモンスター。路上で倒れている酔っ払い男性に出会ったら、絶対に近づかないでください。彼の隠された素顔に動機がするかもしれないから、ゾッとするような動画がインターネット上に出回っている。そこには、
痩せた人物が地面に静かに座り、まるで誰かの助けを待っているかのように頭を低く下げていました。もともとこれは、路上で暮らす酔っ払いのよくある話でした。しかし、この人物がゆっくりと頭を上げてカメラの方を見たとき、すべての平和は破られました。その目は意外にも暗闇の中で不気味な光を放ち、耳は異様に鋭く見えた。彼は立ち上がろうともがいたが、その華奢な手足は重い体を支えきれないようだった。長い戦いの末、ようやく立ち上がることができた。しかし、予想外だったのは、彼が突然狂ったようにカメラマンに向かって突進し、同時に鋭い叫び声を上げたことです。その音はまるで闇夜に鳴く恐ろしいフクロウのようで、人々を震え上がらせた。このビデオはネット上で大騒ぎを引き起こした。これは私たちがこれまで見たことのないある種の異星生物ではないかと推測する人もいます。なぜなら、その映像の生物はとても奇妙で、私たちがよく知っているどの生き物とも大きく異なるからです。これはある種の生物学的突然変異の結果である可能性があると考える人もいます。しかし、人々がいくら推測しても、この怪物の正体はまだ特定できません。トップ1、怖い人魚。深海には確から人魚伝説がある。私たちは彼らの本当の姿を見たことはありませんが、皆さんも信じられないだろう。映画やテレビ番組で見るような美しく感動的な姿とは限らないし、ちょっと怖い存在ですらある。この写真ではまるで呪われた生き物のように漁網で突き縛られて身動きが取れない。顔をよく見るとその恐怖感は筆舌に尽くしがたい。その目は闇に侵食されたようで、異様な紫色を帯び、生気がない。そして、血のように黄色の巨大な口はさらに不気味だった。漁師たちがこの黒い生き物を海岸で発見したのは、静かな夜だったと言われています。彼らは好奇心を持って近づきましたが、その生き物が突然体をひねり、ゆっくりと這うようにして近づいてくるとは予想していませんでした。その瞬間、漁師たちはその恐ろしい姿に恐れをなして、すぐに漁網で捕まえることしかできませんでした。この動画はインターネット上で拡散され、広く注目と議論を集めた。その不気味な美しさに驚嘆し、伝説の人魚ではないかと考える人もいた。しかし、写真の生物には明らかに足があり、人魚のイメージとは程遠いと指摘する懐疑的な意見もあった。さらに、このビデオは夜間に撮影されたため、多くの細部がぼやけており、必然的に人々を不審にさせます。では、ビデオの中の生物は本当に実在するのだろうか。そして、もし本物だとしたら、それは本当に伝説の人魚なのだろうか。これらの疑問に明確な答えが出ることはないかもしれない。しかし、何はともあれ、この物語は私たちに深い印象を残し、あの神秘的な海について突き迫る思いを抱かせてくれる。以上がこの動画の全内容です。このビデオが気に入ったら、コメントしてチャンネル登録することを忘れないでください。ご視聴ありがとうございました。